来い。やっと戻ってきやがった、龍馬。あの、武市先生、もしかして懇意人が？ああ、以前からお前らにはよく話して聞かせている俺の唯一無二の兄弟分であり、土佐最強の剣士、坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃないか。つまらない話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか？おい、見たか？俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきしまったからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよ、それぐらいで。あれぐらいの刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろ。まあそうだが、まだ痛むのか背中。おお、これか。いや、痛みはねえさ。まあ、あとだけは派手に残っちまってるかな。すまねえ、兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ、忘れようったって忘れられねえか。上司による焼き打ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日、お前の家と家族を焼いた上司どもだ。だろ？ああ。龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ？土佐藩の天守高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと？襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。
城を包囲して金の塔の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上で親父さんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒めば、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に金の塔が座るのか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はかさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すには、そのくらいの荒領事が必要だってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊洋のおやつさんは剣後私塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前に剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ？きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは金の塔の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺は身分という壁を壊そうとしてる。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁はなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思ってる。兄弟、お前も持っておいてくれ。金の塔の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。ああ、分かった。そうか。よし。実はな、今晩高知城で東洋の親さんと今後の話をすることになってんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なのか。なに、高知城まで行けば親さんの近親が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。うん。
らっしゃいませ。ありがとうございました。俺に何か用か？坂本龍馬っちゅうがはおまんか？お前は土佐勤王党岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武津先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭を言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたらいいぞ。おまんが筆頭になるんが筋勢よ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか？誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったれ伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやら
お前には手抜く必要がねえようだな。像とか言ったな。お前は確かに強い。だが人が切りたくて金の塔にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。竹地の兄弟が作った金の塔はそういう組織じゃねえ。塔内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。世話かけたな。見てたのか。ああ、1年前より確実に強くなってるな。お前たくどうなってんだ。あの連中は金の塔の名が泣くぜ。あれが土佐ごぼしの現実なんだよ。現実？ごぼしという身分が理由でろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺を厄介だってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあそのためにもさっさと土佐の身分制度ぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやっさんのところに行こう。お前の準備はいいか。ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてきてくれ。お、江戸での修行はどうだった。ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったじゃないか。そこで当てにしてるぜ。アンペーター。どうした、龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。